一節前の下り線施設下り線施設の脇を新東名高速道路が通過する細かのパーキングエリアは静岡県御殿場市にある東名高速道路のパーキングエリアであるスマートインターチェンジを併設する下り線の片側3車線区間はひとまずここで終了する上り線においては東 PA にかけて途半車線が設けられており と半車線区間が終了すると合流せずにそのまま走行車線に切り替わり片側三車線区間が始まる。また、下り線の東京 IC から東 PA までの区間に SAPA 標識に空き情報の可変表示板が設置されている。次の明日か PA 未来パーキングエリアまでは空き情報の可変表示板はなく、次に空き情報の可変表示板があるのは ト p ピーエーから約216キロメートル先のトヨタ、上里 SAA になる。ト p ピーエー付近の東京より1.6キロメートルの場所には、5点場 JGT がある。なお、新東名高速道路の延伸に伴い、既存のト p ピーエー下り線側を1.7キロメートル、裾野インターチェンジ側に移設する工事が進められ、2017年4月20日に完成した。 上下線の水飲み場は一見普通の構造だが、富士山の伏流水を使用していると表示がある。売店では持ち帰り用のボトルを販売しているほか、飲食物にも使用されており、最近ではテレビ番組で紹介されたため、最近はこの水を持ち帰ろうとする行列ができるほどで、ある。コマカドスマートインターチェンジは、コマカドパーキングエリアに、併設のスマートインターチェンジである。 2020年3月28日に共用開始された。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。接続する道路歴史 PA 内にかつてマかドバスストップが併設されていた。透明ハイウェイバスの一部便と富士急行バスの沼91系統が停車していたが、1991年4月に、 透明ハイウェイバスの停車便がなくなり、富士急行の路線も1995年1月の運行を最後に廃止となっている。ABCDEF、透明コマカド PA が生まれ変わります。中日本高速道路株式会社、中日本エクシス株式会社、2017年3月23日閲覧、透明下りコマカド PA、1.7キロ西に、 移転新東明の延伸工事で、静岡新聞、2017年3月23日閲覧、ABCD、東明高速道路コマカドスマから、トワイ C 東明高速道路コマカドスマから、トワイ C 実施計画書、古典橋、2019年11月3日閲覧、スマートインターチェンジの新規事業化、準備段階調査の箇所を決定高速道路の、 有効利用や地域経済の活性化に向けて、国土交通省道路局、2019年11月3日閲覧、E1 東名高速道路コマカドパーキングエリアに設置するスマート IC の正式名称が、コマカドスマートインターチェンジに決定しました。静岡県御殿場市中日本高速道路株式会社、2019年11月3日閲覧、 E1 一透明高速道路、コマカドスマートインターチェンジが2020年3月28日15時に開通します。静岡県御殿場市、中日本高速道路株式会社、2020年1月27日閲覧、コマカドスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。